ベッド上でのビショットにファン歓喜。コスプレイヤーやモデルとして活躍している天使なし桜さんが13日、自身のインスタグラムを更新しました。投稿では、地震怖いなーって思うけど何が一番怖いかって、自分に何か起こるよりも自分の大切な友人や家族、知り合いに何かあった時が一番怖くて。自然災害って誰が悪いわけでもないから、ますますたちが悪いなーって思います。皆さん早めに避難準備などして、フォロワーに向けてのメッセージとともに、カルバングラインのグレーの下着を身につけたビショットを披露。スポーティーでシンプルな下着を身につけ、ベッドの上でポーズをとっている天使なし桜さん。スラリとした抜群のプロポーションが映える衣装で、窓から差し込む光を浴びている姿が美しいですね。コメント欄には、リオさんもお気をつけて、リオさんの優しさに感謝ですね。大地震で何か起こる前にリオちゃんに会っておかないと、天変地異には勝てません。気をつけないといけないですね。眼福いい顔。素敵ですなどの声が集まっています。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。